白石義武、お前ともここで別れよう。え、白石が言う通り、俺はロシアではお尋ね者で、一緒にいればこれまでになく危険が伴うはずだ。俺から逃げる必要なんかねえんだぜ。白石の入れ墨は土方歳三も鶴見中尉も写しを持っている。今さら引き止める理由もない。へっ、確かに命あってのものだねってな。俺とアシリバちゃんとでは背負ってるもんが違うわ。お前にはいろいろ助けられた。白石、ありがとう。元気でな。変な奴に捕まるなよ。さてと、こういう時はな、うまく立ち回らなきゃダメなんだぜ。俯瞰で見て、誰がこの金塊争奪戦に勝ち残るのか見極め、勝ち馬にダニのようにしがみついて美味しいとこをいただく。わかるかい？さて、北海道に戻って鶴見中尉にでもうまくすり寄るかね。俺の足が止まったら、白石、お前がアシリバさんを網走監獄まで。アシリバさんを頼むぞ、白石。待ってくれ。待って、白石だ。なんだ、気が変わったのか。ロシア側には金髪の姉ちゃんと遊べるとこがきっとたくさんあるんだろう。白石義武、世界を股にかけるなんつって。ったく、またチンポが痛くなっても知らないぞ。これがあるから大丈夫。